なんですが、その前に話を聞いてみます。そうなんです。ちょっとね、だから一緒に丸割るとしますスキルプグレード2のリゲードにライブします。勝手に値段つけて勝手に売ってるもんだと勝手に思ってるのがちょっとバカじゃないからね。オリオンデザートお願いします。巨大戦車グレード2のリベールになったので1枚コールします。そうそう、はい、1枚コールしてタイムです。3枚お願いします。1枚いただく。ノーガードでユーガードですね。グレード3枚でもらいます。アンジュの登場値スキル急戦でソウルプラス1、自身と相手のリアガードを1回ずつ手札に戻します。で、2枚戻したので、お互いと1枚ずつ戻したので、ワンドローとグレード、GB2 を持ったカード1枚をサーチします。ライド時かストレート時にこの効果を使うことができます。これでアタック答えます。強制のライドモダです。ダメージです。ここが1万1セットスイングライクリティカル5000と5000ワンドをします。2点いけます。ヒニュートリガー5000アップします。ここが2万8000で漫画だけ得します。17なんで1万8000で打って、そんないっぱい出ちゃった。袋になんか乱雑に突っ込んでたから袋に入れなくて、いやいや、いい、今日はいらないの。最近あの、タイムです。入れるのダメで、だんだんと入れるのダメで、最近なんかあの、こう、袋にこう、乱雑に突っ込んでる。
空いてるリアガードサークル1枚につきパワープラス5000を与えます。お互いがフレンドさんじゃないと G ガーディアンは使えないです。21ですか。21です。週末とかね、週末さんとかにして、あと1万円違います。全然1万円募集してるので3万6000でノーです。トリプルチェック5000で1ドル。セカンドここはシュシュじゃないので、18の2万3000でこのラウンドです。コロニコードの適化ションドです。これがスタンダードドル、これめっちゃ面白い。長い体重に難しいです。登場時スキルで1枚6個入します。こちら1枚6個します。3つ5ここかな。自分を6個します。2枚以上の時プラス4000にします。3万7000のアタックでヒットしたら相手のリアガード1体を次のエンドフェーズでアンロックできないと思います。ノーガードでファーストアンロックにします。
も好きなカウンターブラストなので5枚まで選択して手札に戻します。5枚を戻したのでワンドが入ります。さらに、戻したカード1枚につき5000上がるので、5枚なので2万5000トータル3万上昇しています。当時は何これのスキルなんですけど、ブーストした終了時に、ブースト時にカウンター1を払うと手札に戻して、戻した前列のブーストしているユニットを倍にします。GB2 の場合、クリティカルプラス1つけます。ということで、アタックが入ります。アタック時、カウンター1でバウンスします。2万2000クリティカル2で番号をアタックします。高列のギャラと1枚ロックしてパワーを持ってガード5で5戦して3枚1戦なんです。ここが5万6000でパワーに当たりします。完全ガードでトリプルチェックファーストセカンドサイドマシンです。ヤフローは1万1000でパワーに当たりします。クローズを捨ててストライクします。4枚以下まで。4枚以下まで。
チンコのスキルでソウルブラストして、ソウルブラストして、これは簡単チャーシュと、ソウルチャーシュです。バトルに出ます。ルマンルの戦でバンガザーを勝ちます。1万8000円買ってから2でバンガードに託します。絶望しか与えない。カードってください。